推しってわかりますか？その中にどうしようもなく、まるで自分のように思えて、全部間違ってるに決まってるでしょ。花のためならええやこら。私どうしたらいいんでしょうか。ごめん、今日誰か来ません。わかった。花火3分間クッキング。花が受け入れられていくのが本当に嬉しくて、私はファンであってオタクではないもん。ちょっと身の程わきまえろって話だよ。誰が決めたのそんなこと。あの子のオタなの。大金持ちを捕まえるのもアイドルの実力のうちってとこ。絶対に行ける。花は大舞台に負けないパフォーマンスをさ。最高！見覚えある？私のこと。あなたのせいで手首まで切った。本当じゃないに決まってるじゃないですか。乗せられてた。私嫌ってほど知ってたはずなのにさ。ごめんなさい。そしてあなたとお仲間は伊田さんのマンションに向かった。花のためならええやこら。花、とりあえず服買えよ。なんでですか？いいから早く。みんなだってこれで最後だって楽しみにして突き落としてしまったんですけど。遅れて申し訳ありません。栗田さんを突き落としたのは私です。